つに残ってますね。そうです、ね、生々しいなんてもんじゃないですね。あこれは、個人の飼い主を食べていきながらえたと。そうなんですよ、3週間ほどですね。切ない。実際こう特殊清掃してる中で数千万とかの現金が見つかる場合もあるので、今の日本社会を映す鏡ですよね。今回ですね、特別ゲストとして丸山ゴンザレスさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここ大阪市生野区で強盗があった現場です。でこの戸建ての中で犯行が行われたわけなんですけれども、まあ、すごく凄惨な現場でした。丸山ゴンザレスさんなんですけれども、テレビ番組の人気番組クレイジージャーニーであったりとか、 YouTube の人気チャンネルですね、裏社会ジャーニーの丸山ゴンザレスさん、まあ、皆さんご存知だと思います。まあ、海外とか国内いろいろ飛び回っている中、わざわざありがとうございます。本当に、こちらこそ貴重な機会をいただきましてありがとうございます。なかなかねこういう現場直接見れることもないですから、しかし並べてみると裏社会ジャーニーとクレイジージャーニーってね、なんか元ネタがなんかすごいこう改めて言われると、まあ、パクったけどっていう感じですけど、まあまあジャーニーはね普通の単語ですからね、そこだけねちょっと今並べて言われてって気になりますけどこんな感じで、はい、ちょっと僕の方もチャンネルでちょっとこう現場のレポートをさせていただいて、はい、まあこういうところをね、どういうふうに清掃して、ビジネスにつなげるのかっていうのを裏社会ジャーニーの方でちょっとこう、はい、まあレポートさせてもらっておりますので、そちらの方もね皆さん見てくださいね、はい、すいませんいきなり宣伝で、はい、まあ、今回この現場で起きた事件の内容などは丸山ゴンザレスさんの裏社会ジャーニーの方で放映させていただきますので、そちらの方でご覧くださいませ。今回ですね、こういった対談動画撮らせていただくんですけれども、はい、まあ、弊社の中で大変な、うん、特殊清掃の現場であったりとか事故現場の動画をご覧いただこうと思います、うん、ではまあそれについてどう思われるかとか、はい、丸山ゴンザレスさんの視点でコメントいただきたいと思います、はい、ただ死後何日ぐらい経過されてるんですね。1週間です、はあ、もう1週間で全然ご本人様かわからないぐらいの、その方からも見ない方がいいと言われたんで、かなりいい感じだと思います。全然見えなかったですね。はい、髪の毛も目張りされてたんで、髪の毛も目張り、はい、あ、されたんですね。電気でしたら運びましたけど、匂い聞こえたんで、かなりいい感じだと思います。ああ、霊柩車、はい、あ、そうで、お母様は2019年の2月に亡くなりました。あ、亡くなりました。ヒートショックですね。あ、ヒートショック。家の中で亡くなったんじゃなくて、はい、まあ、病院、運んでる救急車の中で亡くなりましたけど。ああ。で、倒れて、で、救急車に乗って。あちらのお風呂場。はい。弟様は僕もその母親の、翌年の誕生日、7月なんですけども。誕生日、お母様の誕生日ですか。その、強火ですね。強火。はい。まあ、共有部分的だと。あ、それ呼びて。弟は父親とこの家の中で争う、争ったことがあったんですよ。まあ、最後、飛び降りる前に、これを書いて、飛び降りてきたんだと思うんですけど。くずの家ですか？父の大好きですよね。まあ、お父さんの冤婚というか。そうですね。息子が見たときは、さすがにそうじゃ寝れなかったですね。ちょっとショックです。ああ、これ、ご確認されたのって。これはどういう現場ですか？こちらはですね、
まあ、場所で言うと、奈良県のマンション、とあるマンションになるんですけれども、うん、2年間の間で、立て続けに家族4人いたんですけれども、3人亡くなっちゃったっていう現場なんですね。あら。で、まあ、1人目はこちらのお母様なんですけれども、まあ、ご主人様とお母様と息子さん2名いらっしゃったんですけれども、うん、まあ、まず、お母様がこちらのお風呂で、ヒートショックでお亡くなりになられて、まあ、それを限りに、お母様がお金をいっぱい蓄えてらっしゃったんですね。だいたい4、5千万貯金があったそうで、まあ、その相続争いで、ご主人さんと息子さん2名と、で、仲が悪くなっちゃって、結局お父さんが全部取っちゃったんですよ。で、それで仲が悪くなっちゃって、息子さんですね、うん。息子さん、一緒に住んでたんですけれども、実際もう部屋も別々で、顔も合わさない状況で、で、遺書やこう壁にですね、いろいろお父さんに対しての思いを書かれて、飛び降りちゃった。で、その、1年後にお父様がトイレの中で孤独死されて見つかったということですね。家族全員ほぼということですね。お子さんがお一人だけ生き残ってらっしゃる。そうですね。その方が弊社への依頼者ということで、はい、もう物件ごと買い取ってほしいということで、はい、まあ、ちょっと一周、まあ、ものすごい物件というか、うん、これその最後生き残った方っていうのはその方もここにお住まいだったんですか？まあ、2年3年前にはもう出られたそうです。もうちょっと危ないなというところで。40代のその息子さんのされた方っていうのは、なんか家族中のもういざこざでも嫌だってなってされたって感じだったんですか？そうですね。まあ、結局お母様が、うん、まあ、一家の、まあ、大黒柱じゃないですけれども、うん、まあ、取り持つ中で、まあ、もともとお父さんと息子さんってそんなに馬が合わない状況だったそうなんですね。うん、で、まあ、その間に入ってるお母様が亡くなってしまったことで、うん、で、まあ、家族間がもうむちゃくちゃになってしまって、人間関係がむちゃくちゃになってしまったようですね。そこにやっぱりそのお金が絡んでるっていうのがね。そうなんですよね。結局そこですよね。まあ、まあ、亡くなることの順番っていうのは選べるわけではないですけれども、お母様が先に亡くなったことで立て続けにってことですもんね。はい。実際その財産をめぐった争いっていうのは、その事故物件とかそういうことでは起こりやすいんですか？そういう事故物件になるような場所っていうのは、その意外と僕らの感覚からするとお金が孤独死される人あんまりなかったりとかするようなイメージもあるんですよね、はいはい、だけどそうじゃなくて、ここの場合潤沢な資金があっても、はい、そうやって争うというか。そうですね。結構、まあ、いろんな物件あるんですけれども、うん、まあ、特殊清掃とか特にそうなんですけれどもね、お金を持ちすぎたがゆえにこう人が離れていってしまったっていう物件も結構意外と多いです。実際こう特殊清掃している中で数千万とかの現金が見つかる場合もあるので。はいはい。現金が出てきた場合っていうのは、その所有者に渡すんですか？もちろん、ご依頼者様ですね。こういう場合って遺族の方がいるから依頼として成立しますけど、はい、全くいない場合っていうのは管理会社とか行政とかから依頼が来るんですか？行政はあまりないんですけれども、まあ、不動産の管理会社であったりとか、うん、物件のオーナーさんからのご依頼は多々あります。これ、まあ、ちょっと業者としてのお仕事ですから、お金って発生当然するわけじゃないですか、はい、今みたいな結構死後1週間とか結構経ってたっていう話じゃないですか、はい、その見つかった最後の、80代のそのお父さん、はい、そのお風呂場ですよね、トイレですね。トイレか、トイレで結構床に残ってたじゃないですか、はい、ここをどこまで掃除されるんですか？その床の張り替えとかまで やられる感じなんですか？あれはもう便器外してしまって、もう床も全部張り替えですね。壁も全部張り替えですね。トイレって密封された空間だけれども、匂いは他の部屋にも移ってるんですか？もう移ってしまいますね。その場合ってどこまで掃除されるんですか？
はい、基本的にもう室内のこういう壁紙とかクロス、天井とかのクロスはもう全部剥がしてしまって、他の部屋のも、はい、もうそれは匂いが残ってるからってことですか？そうなんですよ。それでこれお見積もり的にはいくらぐらいでされたんですか？やっぱりもう100万乗ってきますね。3桁は大体乗ってきます。全部屋をってことになると、はい、そうですよね、はい、大変ですよね。期間的にはどれぐらいかかるんですか、全リノベで？まあ、リノベーションというより特殊清掃を依頼していただいているので、はい、匂いがなくなるところまで。そうですよ、そこまで完全保証つけてしまうんで、残地物を取り去るとこまでとかじゃなくても全部きれいに。そうですね、はいはいはい。それでどのぐらいこの感じだとかかりました？日数的には約1ヶ月半ほど。だいぶかかりますね。はい。はあ。あともう一個聞きたいのは、こういうことがあった時ご近所の方に説明はされるんですか？マンションじゃないですか？はい、そうですね。まあ、集合住宅っていうことだったので、うん、ご近所さん結構住民の方、周りの住民の方、いろんな方いらっしゃるんですが、今回のこの案件に関しては住民さんの方もどちらかというともう事情を、ね、ご存知でいらっしゃって、まあ、ご近所付き合いも多少あったそうで、もうどちらかというとちょっとかわいそうっていう目でずっと 見られてました。なかなかね、際どいですよね。僕が行く貧困層の海外の取材エリアなんかだと、なんかお金なくなって家族が身を寄せ合ってみたいな感じで、はいはい、仲が悪くなったりすると家を出てっちゃうってことが多いので、とどまっていさかいがっていうのはなんかすごくこう良くも悪くも日本的なカルチャーかなと思いました。なるほど、はい、半年近く経ってるんじゃないですかね。まあ、ここが足で、ここが頭部ですね。まあ、髪の毛が、もう頭皮がごっそり床についている状況です。がっつり残ってますね、これ。そうです、ね。生々しいなんてもんじゃないですね。ワンちゃんたくさん飼ってらっしゃったんですね、今まで。なくなってますか？これ集合住宅ですか？これも集合住宅です。ああ。ワンちゃんかわいそうに。まあ、飼い主様が亡くなられたことで餌であったりとかお水であったりとか何もなくなっちゃって、もう、ね、全く餌もない状況ですので、まあ餓死してしまったんでしょうね。ワンちゃんここで息絶えてしまったと思います。こういう悲しいケースっていうのは孤独死の現場ではあるんでしょうか？そうですね、まあ、どうしてもお一人暮らしの方がペットを飼われていると、まあ、予期せぬね、例えば心臓発作とか心不全とか脳梗塞とかそういうことで亡くなってしまうと、もう本当にどうしようもないので。こちらの現場ですね、まあ、お一人暮らしの方ですけれども、はい、ワンちゃんを飼われていて、はい、まあ、突然死してしまって、で身寄りのない方だったようで、はい、でまあ結局飼われていたワンちゃんも一緒に亡くなっていたっていう現場ですね。これは集合住宅、まあ、大阪市内の集合住宅なんですね、うん、まあ、ご近所付き合いもなかったようで、まあ、お隣の方にもちょっとお話お聞かせいただいたんですけれども、うん、もう全然どんな方が住んでるかも知らないっていうような、うん、結構人間関係が、まあ、都会というのもあって希薄化しているような現場でしたね。またあれですよね、突然亡くなるみたいなことを想定されてないですよね、割と。だから周りの人たち、つながりがある人たちも亡くなってるんじゃなくて、ただ連絡が取れてないぐらいな感じだったのかもしれないですよね、はいはい、実際個人の妹さんがこれご依頼されてるってことですか？そうですね、はい。ご家族、身寄りというかご家族は行ったはいた、いらっしゃったんですけれども結構疎遠になってたようで。あ、そういう感じですか？はいはい、その床にがっつり痕跡、人の形が残ってたじゃないですか、はいはい、あれってあれを掃除するってことですよね？そうですね。あれも床は、床はもう全部剥がします。ですよね、コンクリまで行ってます、はい、コンクリまで行ってましたね。じゃあ削り、もう削り、基礎削り、削ります、はい、かー、いやすっごいくっきり出てましたよね。そうです。いや、もちろんそこも痛ましいんですけれども、はい、
その横の、はい、はい、あの犬の、ね、愛犬の猫、はい、が1匹だけですか。はい、1匹だけでした。他はもう亡くなってるペットのやつを置いてあったってことなんですね。あの遺骨というかありましたよね、はいはい、愛犬家の方だったんですね。そうですね、うん、でも愛犬家でもまあそうか、愛犬家つながりとか言っても家まで来るとかそういうことないですもんね。いやー、なんかあの餌がね、はい、蓋されてまだあったじゃないですか、はい、だから、まあ、ワンちゃん自分で開けてってわけにいかないし、はい、すぐそばに餌はあるのに食べれないし、そうなんです、切ないな、まあ、今ねあのペットブームもあってすごいワンちゃん飼われている方、ね、お一人暮らしの方もすごい多いんですけれども、どうしてもこう、まあ、心臓発作であったりとか脳梗塞とか突然死っていうのはもう本当に誰にも予想できないので、まあ、こういった場合どうしたらいいだろうなと、まあ、弊社でもいろいろ模索中なんですけれども、ペットの遺体っていうのは警察は処理はされないんですね、はい、そうですね、されないですね、はい、御社の仕事の適用範囲ってことになるんですか。そうですね、ペットの遺体を処理することは我々も弊社もちょっと許認可の問題とかもあってできないんですけれども、うん、まあご供養させていただいて役所にお渡し引き渡しするっていうところまではさせていただいてます。そこまで、はい、ペットがこうそういう事故物件とかに関わってくるっていうのは、まあ、今回は亡くなられてましたけど、はい、生きてる場合もあるじゃないですか、はい、そういう時はどうされるんですか。そして、引き続き次の動画がそのパターンの動画ですので、そうなんですね、じゃあちょっと見せていただけますでしょうか、はいはい、まずこちらの物件が、まあ、ワンちゃん2匹、犬を2匹飼ってらっしゃって、で鳴き声がうるさいということ で数日管理人さんも結構ベル鳴らしてもう誰も出てこないので、警察が入ったら遺体があって、で飼い主さんが、まあ、ここで倒れてて、ワンちゃんが2匹飼い主さんの遺体を食べて3週間ほどですかね、生きながらえてたっていうことです。聞いた話によると指、手の指が全部なかったのと、あと顔面、顔ですね、ご飯を食べて生きてたということで、まあ、飼い主の気持ち考えたらどうなんでしょうね。僕だったら、まあ、それでワンちゃん生きてくれてるんだったら全然いいかなと思うんですけど、生きるために何か食べ物を探すので、やっぱり人間も腐敗してくるんで、当然体液とか血液がねいっぱい出てくるんで、まあ、肉として判断してしまうんでしょうね。個人の飼い主を食べて生きながらえたと。そうなんですよ、3週間ほどですね。これ、まあ、実際ちょっと顔面と指とかがもうなくなっていた状況でした、はい、これは重いですね。しかもこのワンちゃんたち今は引き取られて娘さんが育てて、はい、そうです、ご依頼者様が引き取られてちょっと今衝撃でしたね。亡くなられてた場所とかでもがっつり痕跡残ってましたけど、はい、亡くなられてどれくらいで発見されたんですか。これで亡くなられてから、まあ、数ヶ月、もうちょっと腐敗がかなり進んでいたので、うん、まあ、想定大体 2,3 ヶ月以上という。じゃあ亡くなられてからの本当にご主人を飼い主を食べて生きながらえたと。そうなんですよ。でこれもまた集合住宅マンションだったので、まあ、キャン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 こうワンちゃんが、まあ、外に出してくれということで、まあ、吠えられて、まあ、近所の方が最近ちょっとワンちゃんうるさいなということ で、うん、で苦情を入れたら、まあ、こういう状況だったと。日本の集合住宅って、まあ、セキュリティのこともあるし気密性非常に高いじゃないですか。今、はい、冬夏エアコン使うので気密性がしっかりしてるんで、動物がやっぱ外に出るっていうことで言うと、自力では不可能じゃないですか、はい、
なんかそれこそ海外のスラムなんかだともう放し飼いに近い状態なので、むしろこういうことはあまり起きないとは思います。ただあの先進国ならばどこの国も起こりうることなので、まあね、ちょそのペットもう命ですし、ご家族ですし、その娘さんが引き取ったということからもなんかね、いろいろ娘さんなんかもっと複雑だと思うんですけど、でも引き取るじゃないですか、多分、うん、体調にもね変化きたしてたらしいし、ケアしないといけないでしょうし、でも先ほどね動画の中でもおっしゃってましたけど、飼い主の気持ちからすると自分を食べてでも生きながらえてくれたらそれでも良かったと思っているかもしれませんし、そうじゃないかもしれない、分からないですけど、これは本当に複雑ですが、今後起こりうるというか、このケースって今後もしかしたらもっと起こるかもしれないんですよね。そうですね、実際結構依頼としては増えてますね。ね、で実際こうね、僕もペット飼ってるんですけれども、うん、まあ飼う時にねこんなこと考えて飼わないので、もしかして自分が先に死んでしまったりとか、うん、なかなか感慨深い現場でした。そうですね、命ということだと下手するとですね、人間よりも小動物の方がダイレクトに考えやすいかもしれないですね。人間やっぱり誰しも自分のことってちょっと二の次にしてしまいますけど、ペットを飼うって命を預かるっていうこととよく言いますけど、やっぱりその自分が死んだ後のまあ面倒とかそういうことは考えるんでしょうけど、この死んでからその面倒を見てもらうかどうか、そのこのグレーゾーンのこの部分でこういうことが起こりうるっていうのが非常にこう衝撃でしたね。まあ、本当に玄関ドア開けて真正面のこちらで、こちらの住民の方はこちらのドアノブに首を、ロープをかけられて首を吊られてされていたということです。非常に珍しいケースですね。ここで亡くなっている、玄関開けてすぐ誰もが分かるような場所で亡くなっているということは、まあ、私個人的に、ね、感想ですけれども、非常に強いメッセージだと思います。早く気づいてほしいと、まあ、生前の頃から何か思われていたのかなと感じます。まあこれですね、いわゆる本当にまあ、ゴミ屋敷的な感じになってますね。まあ、かなり物が散乱していて足の踏み場がない状況です。死後1週間ということなんですけど、おそらくおばと同じ日に亡くなったっていうふうにっていうことでした。おばは1年ぐらい入院してて病院で亡くなったんです。でおそらくおばが死ぬ日に合わせてしたんだろうって、親子関係が良かったっていうか、依存に近い状態だったと思います。もともと精神的に不安定なところっていうのがあったので、すごい気にしていて引きこもるようになってからですね、でおばちゃんも一緒に過ごすことを覚悟してダブルワークでも昼も夜も働いていて、おばちゃんも何度かも体調崩したりとかあったので、私もすごい心配で時々応援しに行ったりしてました。まあ、いわゆるセルフネグレクト、まあ、ゴミ屋敷になっている現場だったんですけれども、まあ、された方は息子様 でお母様が2ヶ月ほど前にですね入院されて、で、まあ、その息子様もずっと引きこもりの状況だったんですね。で、まあ、偶然なんですけれども、お母様が病院でお亡くなりになられた 日と、まあ、同日に検診によると首を吊って亡くなられていたということ。それは偶然だったんですか。もしかして、まあ、もうお母さん危ないよということは病院の方からご連絡あったのかとは思いますけど、もう急変したというよりはお母さんも結構もう危ないっていう状況は分かっていたと、はい、依存に近いような感じっておっしゃってたから、やっぱお母様が亡くなったらもう生きていけないっていうふうに個人の方は思ってた、はい、そうですね。でまあ、珍しいのがこう玄関開けて、まあ、真正面で首吊って亡くなっているってケースが非常に珍しくて、結構首吊られる方ってちょっと奥の部屋であったりとか、はたまた、
まあ、最近ちょっと著名人の方でもありましたけれどもクローゼットの中とか人知れずこう亡くなられているケースが多いんですね、うん、まあ、玄関ドア開けて真正面でもう首吊ってるっていうのが、まあ、何かね、何か気づいてほしいと なんかそういうメッセージがあったのかなと私は感じております。亡くなられてから結構経ってましたよね、あの感じだと、ね、はい、そうですね。特に夏の暑い時期だったので、あの遺体が腐敗してこう溶ける速度がもうすごい速いんで、はい、じゃあそこそこ、そうか、めっちゃ時間経ってるといってもものすごい何ヶ月も経ったとかじゃないんですね。あ、ではないですね、はい、数日数週間だとしてもこれぐらいにはなっちゃう、はい、そうですね。いや、なかなかな現場でしたね、はい、どの、あのこれここまで見させていただいたのも、はい、これってあれですよね、多分僕見てて思ったんですけど、やっぱりこう今の日本社会を映す鏡ですよね。完全にこう引きこもりの方がどうってことじゃなくて、そうやって例えばご家族間で依存に近い状態、この人がいなくなったら生きていけないって思ってるような人がいたりとか、それはまあ あるでしょうし、ただその中でもうその親に依存してしまった子供ないしは逆っていうのは、ちょっとこういうのを見ると、うん、なかなかこう単なるこう孤独死とまたちょっと違うじゃないですか、はい、当然生前からケアが必要な方たち、はい、そうすることで防げることっていうのもあったと思うんですよね、はい、これ単純な孤独死ともまた違う話による事故物件とはまた違う話だから、こういうの見てるとその日本社会が抱える問題点とかもなんかすごく見えやすくなりますよね。可視化されるというか、そんな感じがしました、はい。ここまで見た VTR も全部やっぱりその自分や自分の周りに起こり得ないとは言えないですもんね。もうリアリティのある残酷な想像ができるようになったら背中の一押しになると思うんですよね。遺体の発見が早かったのって回覧板であったりとか新聞の郵便物とか郵便受けがもういっぱいパンパンになって、孤独死保険ですか、それは特殊清掃などにかかる予算を補填するというか、そういう感じの保険なんですか。あ、そういう保険です。